大地震が怖いです。うどうすればいいでしょう。はいはいはい。えー、っとね、大地震、<laughs> 大地震あのね、この間ちょっとこれあのコメントで聞いてみようか。この間ねあのブラックマヨゼズさんの番組に出た時に、えー、っとあの公明党の議員さんが来て、まあその人が災害担当だったんだけども、その人に聞いた話なんだわ。で、大地震の時のために。 絶対にに枕元に用意しておいいた方がい,いものが2つあるると言われるんだで俺それ聞いた時にあ一1個は携帯だなと思ったんだけども違うんだって携帯電話とかスマホ以外に大地震の時に絶対に枕元に置いておいたものが,いいのが2つあるはいはいはいいおすごいね靴一個当たった靴なんだよっていうのは大地震が起こった時ってみんな、まあ、ベッドとか布団で寝てるわけじゃんで家がものすごい勢いで強烈に歪むから家中のガラスが大体割れるんだって。 で家中のガラスが割れるからあの夜地震が起きてまあ、昼間でもそうなんだけどみんんな慌ててて、飛び起きて家の中走っちゃうんだよね。そうすると大ハード現象というか足の裏がガラスで傷だらけになって血まみれになってで東北大震災の時でも結局あのぺちゃんこの家の中から逃げ出せずに見つかったお年寄りとか若い人もそうなんだけどもそれらの人で足の裏が血まみれになって怪我してる人がすごい多かったんだって。で 俺別に部屋に窓ないっていう人もやっぱり上からね家がものすごく歪むから蛍光灯とかねあと家の鏡とかがバンバン倒れて,降りて落ちてくるしあとあの廊下とかもねガラスだらけになるんだよでどんな家も大体いい玄関までそういうトラップになってくるのでもう本当にどんな安物でもいいから靴を一足枕元に置いとけ。で、もう一つははい、わかかりますかコメント待ってるよ。登山靴である必要はないよ靴でいいそうだよ。 ほうほうほうう。水夢スリッパラジオラジオほう笛笛ちゃんと出たねそう2つ目笛なんだ。笛はあのね災害の時には72時間はその人間が生き埋めであっても救助するために災害出動でこう助けてくれるんだってでその時に72時間の間は生き埋めになってもさ助けて助けてって声を出すことはやっぱり人間にはできない。 どうなれば、でも人間である生きてる限り呼吸してるわけじゃんで呼吸の時に一番ちゃんと音が出せるものって笛ででおまけに笛っていうのは災害犬の耳に聞こえやすい周波数になってるので、えー、多分ね俺のだ、あのー、思ったスマホっていうのも まあ大事だと思うしあとみんな多分スマホは絶対枕元置いてると思うんで携帯とかスマホのストラップであの笛を1個つけておくのとあとはまあ abc マートあたりですっげえ安い靴一足枕元に置いておいたらいいのではないのかというようなことを、えー、これはあのなんだろうちょっと質問来たというのもあるんだけどもあのニコ生を見てる人にですね生き残り確率上げるなんせねその時にも話出たんだけどもやっぱりね えー、この30年以内に大規模な震災が日本を襲う確率は70%以内っていうふうに言ってるんだけどこれは最も 楽観的な予想でもそうなんだよね。最も楽観的な予想でも30年以内何十パーセントであって悲観的な予想になると5年以内とか7年以内でも70パーセントが日本は大地震が起こると。その時にどこが起こらないのかって言ったらもうね、環太平洋プレートだから日本で安全なところとかないんだよね。はっきり言って日本にいる限りそれはもう地震があるもんだと思った方がいいので。 あの下手にねどこが安全なんだって考えるよりは安い靴買って笛一個枕元に置いといた方が僕らが生き延びれる確率が1割から2割ぐらいは上がると思うのでそっちの方だけは、まあ、ニコ生の本放送の間でちょっと聞いていただきたいなと思いました。